ンネル。じょっ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、春にやった大穴ベストナインの中間発表です。はい。だからまあね、今この定義は今までベストナインを1回も取ったことない選手で、ひょっとしたら今年ベストナイン取れるんちゃうかって言って予想をしてやった動画がここにあります。はい、そうですね、はい、皆さんもしね、そっちもまた見てくれるとね、また今日の動画がねより一層楽しくなるっていうところで、はい、まあ、その選手たちが今どういう状況にいるのか、取るのか取れないのか、うん、頑張ればいけるのか、ちょっともう厳しいのかどうなのかっていうところをね、うん、見ていきたいと思いますけども、はい、まあね、ピッチャーからいきますか。山本、はい、まだ取ったことないっていうところでね、取ったことないんですね、うん、って多分前回も言った気がするんですけど、これは取れるな。うん、取れます。今でもライバル宮城がいるからね。あー、今勝ち星的にはどっちが勝った？山本、宮城、早川が7勝で並んでて、うん、おー、勝率は宮城が8割7分5厘と高くて、はい、でも三振は山本、防御率も防御率でも 0.02 しか変わんないから、はー、ライバルがチームにいるね。いますね。これでもいいね。いや、まだまだ全然いけますね。で、はい、キャッチャー、はい、若月、うん、ちょっと伏見が頑張ってるから、ね、そうですね、そもそもチームでレギュラーにならないとベストナイン取れないからね、うん、はい、厳しいで、そうですね、キャッチャー今のところで言うと多分森3割3割っていうから、まあ、森が一番筆頭だね、はい、あと甲斐も打率が今頑張ってるけど2割5分ちょっと落ちちゃったね、打率がね、うん、だから今は多分森が筆頭だね、はい、ちょっと若月厳しい、そうですね、まあ、伏見も頑張ってるしね、はい、でファースト井上誠也、うん、もう無理やろ、そうだって1号もらんもん、出ないとやっぱり、そうですね、レアードやな今の感じで言うとファースト、そうですね、その可能性高いですね、うん、結構高い、うん、今はね多分ファーストレアード、はい、あと鈴木大地が来てるけど、やっぱレアードホームランをね、うん、打ってますからね、うん、打ってるからね、16本だから、今レアードが辻野瀬は残念、どうです、チーム内に敵いました、はい、でも一軍いないからね、そうですね、セカンドシュート怪我、はい、きついなこれも、ね、しかも今年ちょっとバッティングでかなり苦労してたからね、うん、セカンドどうやろうな、中村翔吾やな、あ、いけそうですね、うん、今のところでいうとセカンドはね、うん、でそこに追従してくるのが浅村も、打率今だって2位だからね、うん、3割5厘で、いや、これチャンスですね、うん、サード安田、はい、チャンスあるのこれ、いや、サード今確かに全球団でサードがあんまりパッとしないの、はい、正直、うん、だからまあ茂木だね、はい、多分ライバルが、うん、あとはまあ鈴木大地がサードやれば結構ライバルなんだけど、はい、結構いろいろ回ってるから、そうなんです、票が割れるっていう可能性もあるから、うん、俺は安田ワンチャンあると思う。今安田選手打率どのぐらいですか？今ね、安田2割4分8厘8も、はい、で茂木選手が2割4分だから、あ、勝ってますね打率は、うん、で打点はね41あるから結構高いしね、だから安田ベストナインワンチャンある、あります。でもね、はい、試合出なきゃいけないから、最低でも今の成績残さなきゃいけないから、はい、だワンチャンあるね、ありますね、サードはね、うんうん、でショート、はい、小深田、茂木、だから茂木もねサードだったらあるからね、うん、ワンチャンね、ちょっと小深田きついね、もうショートはね源田だね、ああそうだね、結構打ってね頑張ってますけどね、2割4分8人だからそんな打ってないよ、最近結構打ってますね、これ上げていけば、うん、そうだね、トータル成績だからね、そうですね、いや、まだまだ上げる可能性はありますからね、まあ、源田が今最有力だね、そうですね、うん、外野、はい、太田、うん、試合出てないからね、そうです、え、どうしたんですか最近は、もう若いのが出てきてるからね、あ、だから昨日の試合とかだったら、はい、もう外野は、うん、レフト西川、センター浅間が今めっちゃ活躍してるからね、はいはい、ライト万波、うん、若いですね、太田も代打とか守備とかで出てきてるから、これきついね、そうですね、うん、勢いあったのにな、うん、で、金子、はい、西武、うん、金子も途中抜けたのが痛かったよな、うん、2割2分6厘、はい、きついな、うん、藤原、はい、もう1軍にもいない、はい、ちょ外野ちょっと全滅っぽいな、外野だって外野は多分今現状で言うと、まあ、ピッチャーは多分山本宮城なんだよね、はい、が今争ってる、うん、でキャッチャーは森、うん、と甲斐、はい、でファーストはもうレアード、うん、レアードだけちゃう、まあ、あと鈴木大地がどこかっていうのも結構、うん、ありますね、うん、重要なもんライバルにはなってきますね、うん、でセカンドがもう中村よ、はい、が浅村もねホームラン多かったあれだけど、はい、ちょっと少ないからね、今の筆頭で言えば山本森、うん、で
レアード中村、はい、でサードは安田、おー来てる来てる来てる、うん、安田茂木、はい、でショートは源田、うん、で外野はやっぱ吉田正尚、そう吉田正尚、杉本、おお入ってくるかもしれない、うんうん、で、まあ、荻野なのかマーティンなのか、はい、柳田なのか、うん、だから吉田、杉本、荻野、マーティン、うん、っていうところが、はい、あセカンド、ウーネンティンも来てるからね、いいからね、ウーネンティン、はいはい、得点源打率4割5分1厘高っ、うん、柳田の塁打数139トップだからね、おでも今だと、うん、吉田、杉本、マーティンだね、はい、外野でいうと、まあ、でも外野に入るのって難しいですね、難しいよ、いい人いっぱいいるから、ポジション関係なく選ばれるからね、はい、レフトはレフトじゃないからね、うん、だからそういったところでも、じゃこのでも大穴からでいくと山本、安田、茂木だから2人選ばれるかもしれない、まあまあ上等やろ、うん、な、まあ、かもしれないっていうところで選ばれるんですか、そう途中でね、はい、でもこっからまあでも全体もう1軍にいないやついるからね藤原シュート井上はもう1軍にすらいないからね、はい、まあ怪我っていうのもね、うん、あるけどもしょうがないですね、うん、そこはまあここからでもまあ2人選ばれたら上等やろ、はい、いや本当にまだあと後半戦ありますから、うん、どうなるか全然分かんないですよ、まあ、山本っていう反則がね残ってたっていうのもあるけどね取ったことないのが不思議、安田頑張れ、はい、あるよベストナインチャンスある、チャンスある、はい、マジで、うん、この中だったら一番ビッグチャンスあるの安田だよ、はい、ベストナイン取ったらえぐいよ、うん、でもそう考えたらあれやな、今年ベストナインタイトルホルダーゴールデングラブも含めてロッテ一人もいなかったからさ、プロスペリー誰も出てきてないじゃんな、誰もいなかったもんな、そう考えたら安田、レアード、中村が入ってくるかも分かんないけど、でもいい数字出してくれないとな、あの山田と浅村に勝たないしサード激戦区やからな、どうなんやろな、外れにならないことだけを期待したいから、めっちゃ成績出して数値上げてほしいよな、まあ、これはもう勝手な個人的見解ですけども、プロスピにも影響してくるっていうね、めっちゃ影響してくるよあのロッテ純正の人かわいそうだもん、一人もいなかったから、でも安田ビッグチャンス、はい、ね、ありそうですね、ちょっと楽しみです、ね、でも外野もそこだったマーティンがね、うん、だからロッテやっぱ頑張ってるよね、攻撃陣ね、うん、そう考えると安田頑張れね、はい、あるあるある、あと山本、うん、まあ、山本身内でライバルがいるからね、それ大きいですね、宮城ね、まあ、早川もチャンスあるしね、うんうん、ちょっと外野は厳しいかな、この中だと本当安田山本茂木かな、そうですね、チャンスあるの、だから茂木もねもう頑張って安田抜けるから、サード本当にね、うん、今年はビッグネームっていうかすっごい活躍してるやつがいないから、はい、チャンスあるよね、茂木も、そうですね、うん、まだまだ成績これから分かんないですからね、そう、この方もここから上げていったらね、まあ、現代どこまでっていうところもあるけども、はい、まあ、ここら辺かな、うん、全体的に ね、うん、まあでも2人は当てたい ね、 そうね、この中から2人出てきてほしいね、いや、もうもしくは、まあ、私的には、うん、まあ、ショートに小深田選手森選手って入ってるんで、うん、どっちか取ってくれたら嬉しいですけどね、でも茂木がショートに取ることはないよ多分、あ、まあ、今入ってないですからね、そうそうそう、サードでライバル、まあ、外野はやっぱり壁厚かったな、でも杉本も初のベストナインやから選べたのにな、杉本も、そうですね、でも出てくるってやっぱ思わないじゃないですか、ねえ、うん、でもやっぱり優勝したチームから選ばれることって多いじゃないですか、うん、ってなってくると今パリーグ全然順位がわからないので、うんうん、またでも去年ロッテ2位だけど一人もいないんだよ、うん、そっか2位で一人もいないのか、そうそう、だからそんな関係ないよ正直、そうですね、うん、だって広島なんて今最下位なのに、はい、あの侍ジャパン個人も選ばれてるんだよ、ね、だから関係ないよ、確かに、うん、まあ、個人成績ですね、そうですね、はね、じゃあ今日の、はい、最後の一言です、はい、安田ベストナインあるよ頑張れ、小深田選手森選手ベストナイン頑張って、ライブやるんですよ、ネットじゃ言えないからライブやるんですよ、残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、その代わりあの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよね、ぶっちゃけすぎですよね。
使いどころが違うんやーって強制送還して。